教授なんです。教授だけん早くせんとき。うん？うん,ん？あそうですよ。お菓子は食べない食べた今日からもうね今日はね私はいっぱい食べてきました。もうねマジで幸せだったよ。ちゃんとねたくさん食べました。で。 帰りにずっと食べたかったパイの実とあ、パイの実でしたっけパイの実となんか無印のオレンジピールっていうカカオトリュフずっと食べたくてずっと食べたかったからもう今日はねあの食べようと思って今日からね今日から一週間はダイエットゆるゆる期間ですでもねやっぱね嬉しかっためっちゃ もう幸せだったそうでもね今日の朝までゃお昼お朝か朝お昼朝か朝までめっちゃが我慢してね今日のい夜は絶対食べるからなーって思ってたからなんか昨日のさ夜とかさ寝る時さ寝る時もずっと食べ物のことしかもう思い思う思う。思う 考えれなくてそうついに体重計新しいのもらいました <laughs> 体重計をね買ったと思いきやもらいもんなんですよねもらいましたそうだって買って新品やった時に壊れとったけんかちゃんと使えるちゃんとしたのをもらいましたうんもらいました しかもユー,カリに <laughs> ユーカリにもらっちゃったそう「2個あるよ」って言って「2個あるよ」って言ってたからえもらえるのってそうてかすごいので、ね「2個あるよ」って言ってきた私が「壊れた」って言ったじゃなくてあっちからなんか体重計が間違って「2個買ったけんいらん?」って言われて「えちょっと待って今めっちゃ壊れとるっちゃけど」 って言ってすごくないですかで2個間違って買っっって言ってて買たた言ましたねで体重計って2個間違えっとって聞いたしさそしたらねあのー、間違えたなんか2個間違って買ったんじゃなくて1個買ったのが自分が買いたかったのじゃなかったやつだったみたいな言った気がする。そうでなんか間違えて。 違うの買ってしまった券あげるっていう意味あったらしか、そう私2個間違って買ったとかと思ってさ、<laughs> えめっちゃほやーんって言ったら、いや普通に種類間違えただけやった、そう、って、ね、2個あってもしょうがない券さって言って、でずっと言ってたんですそれは、これはねなんか最近の話じゃなくて私が東京に来てからずっと言ってたんですねあの。 引っ越して体重計ないっちゃないみたいな言われて「いや体重計買ったよ」って言ってたんだけどそう「待って壊れとるわ」って言って <laughs>「めっちゃ壊れとったこれ」って言ってからくれましたね最初私もね「いや体重計買ったよ」って思ったさけど壊れとったまだ乗ってない体重計 難しいって言ってましたねなんか設定が難しいよって言った大丈夫かなけど今日めっちゃ食べたもん私今月一番食べましたね今月今日は怖くて乗れないもうやばいめっちゃ食べましたもうなんかね幸せだった幸せだったよパイの実ね YouTube でねパイの実の企画をやってたんですよね それ見ちゃって、私、うわ。これ、パイの海、私大好きなのに。食べたい、食べたいと思って、ずっと我慢してた。え、オレンジピールは、これはお母さんの、もうめっちゃ懐かしかった、お母さんの味がした、オレンジピール。え、これさ、なんか買ってみてください。これを食べたら。私のお母さんを思い出します。みんなも。無印のカカオトリュフ。のオレンジピール。 これを食べたらもう私はねめっちゃお母さんを思い出しましたみんなも思い出すかもしれん尾上母をこれを食べたらそんなことそんなことはあるわけないんですけどこれめっちゃおいしいんですよちっちゃい時にお母さんがよく作ってくれててこのオレンジピールの,あのカカオトリュフトリュフトリュフ,リュフオレンジピールのトリュフを おやつででよよくく作ってくれたんですよだからねこれはねもうめっちゃね思い出の味お懐かしいと思ってめっちゃもうねもう一人で興奮してたさっき食べながらやばこれめっちゃお母さんやそうそうオレンオレンジビールです。 うん、お母さんは無印勤めてないただ単にお母さんが作ってくれてたのこれをでもすごいですねやっぱすごい全く同じ味やったなお母さんがすごいのかな無印がすごいのかなそう無印に行ったら同じ味を食べれた 嬉しかったたっっていいうのをさっき電話で言いました、ね、めオレンジピールのカカオトリュフねずっとなんか食べたいと思っとって今日食べたっさってもうめっちゃ懐かしかったって言ったらよう作りよったもんねって言って思い出に浸ってましたおい <laughs> しいとよこれがまたもう食べてほしいみんなでパイの実はもうなんかずっと好き。 なんかこの間まー、あ、ちゃんからも言われたんですけどみーちゃんち行ったら絶対パイのみあるって <laughs> みーちゃんち行ったら絶対仏壇にパイのみあるよねって言われたぐらいお尾べきには絶対パイのみありますねそう食べてみてもうめっちゃ美味しいでもね結構な量やったねまだね食べれてないもん半分も食べてないわこれ 結構私胃袋ちっちゃくなったとかなその説あるなあんま食べん少量少食な少食なのにさ元からもっと少食なった気するわそうだよ仏壇にだよなんでもなんかおのおえ家ってみんな仏壇にの,のってるのってる食べ物全部。 そうだよ、食べなすぎてね減ったしさ小食になったっさもう胃がちっちゃくなった気する気のせい違う違うかなお供え物つまみ食いしちゃだめうんーしたことはないですよちゃんといつも食べる時は「いただきます」って言ってあの何ですかお手手を合わせて何て言いますっけ、そういうの。あの 参拝じゃなくてなんて言いますっけお参り <laughs> お参りかお参りしてから食べますそうそう私ね聞いてそうチンしてからよあのね私寂しいんですあの一りぼっちでさこっち来てめっちゃ寂しいあ結構寂しがってるんです最近特にそうなんか忙しくしてれば寂しくない じゃないですかだから結構忙しかったんですけどふとこの間ねなんかね分からんけどねめっちゃ暇だったんですよそしたら突然寂しくなったさそうそれでねあのー、夜ね寝とったらねもうねマジでね感動私超久しぶりに夢の中でおばあちゃんと会ったんですよでもなんか起きてもう。 あ寂しいっちゃろうなって思って <laughs> 長崎に帰りたがっとるっちゃろうなと思って自分自身がねそうなんかそう夢でなんかあのー、おばあちゃんに抱きついて泣いてましたね私はそうなんかさそれもさめっちゃね私なんか本んねあれ夢めっちゃ夢なのに夢じゃないみたいでさね なんかね本当にリアリティやったさ超リアルやったと最初ねおばあちゃんがずっと使うたガラケーがあるしさそ,れそこにそ私普通やったらさ変やんかその電話におばあちゃんからかかってくるってでなんか私がなんかね旅館みたいなところでねみんながなんか追って私がそのおばあちゃんが使ってた携帯が鳴り出して「え携帯乗っとるよ」って言って私が撮ったらね ちゃん!」って言われてさそう「ずちゃん!」って言ってあのー、今玄関に来とるけん玄関までおいで」って言われてそう夢やあの夢やけどなんか超本当みたいな夢やったであそうお前、まあ、そ,そうなんですおえ、まあ、ちゃんが来て帰った日の夜か。 そのあちゃんが帰ってきって帰った日の夜かその次の日の夜かな一気に寂しくなったんですよねそれでね「水ちゃんおいで」って言われて行ったらねその玄関にねもう一番元気だった時元気だった頃のおばあちゃんが立ってたんですよそうあのななん,でなん,でなんて言いますか福よかって言いますかおばあちゃんはまるまるしてたんです元気な時は。 <laughs> 丸丸してたんですよなんかあの細いおばあちゃんじゃなくてあのちょっと太,太めのおばあちゃんだったんですそれでねおばあちゃんの大きいおきなおなかって言うと失礼やけどまあ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 なんかおきなおなか <laughs> にねぎゅうってして泣いてた「おばあちゃん」って言ってでめっちゃ泣きすぎて起きた。 もうめっちゃ泣いてたんです異常にめっちゃ泣いてて私がもうめっちゃ泣きすぎて「はっ!」ってなって起きて「なんだ夢かよ」って思いながら「お母さんに電話したこういう夢見た」って言ってそうふっくらしてるのおばあちゃんはそう最,最初はねでもやっぱり最後は細かったよけどねい一番元気だった時のおばあちゃんが出てきてくれて嬉しかったな めっちゃ元気だっためっためちゃ太ってたし <laughs> めっちゃ太ってたの久しぶり会ったらそうマシュマロ系めっちゃマシュマロって感じマシュマロって感じおばあちゃんはめっちゃ色が白いんです色が白くて服服よかめっちゃプニプニで色が白いけんほぼマシュマロマシュマロ系女子やったねおばあちゃんまあ太ったとよ ベイマックスあ、でも身長はそんな高くないそうでも大福あまあ私が大福おばあちゃんは顔は別に丸くないけんねただ体が丸いだけでそうようんえー、すごいそうなんですね花火があるの超かわいいやろ 久しぶりに会えて嬉しかった全然さ夢ってさすぐ忘れるとに全然思い出す全然思い出す <laughs> 全然忘れてないその夢超嬉しかったもんてか超泣いてた私ずー,ずーっと泣いてたおばあちゃんのおっきなおなかにおなかの上でそうそういつもねぎゅうして寝てたおばあちゃんに。 昨日の私も夢大体忘れますよ大体忘れるあ,あ今日サッカーした今日私夢覚えとるのすごめっちゃ覚えとるやんほぼ全部覚えとくかもしれんなそれは嘘だでも毎日夢見やすいとかななんで夢って見るっちゃろうそう今日はねサッカーしてましたね小学校の頃のサッカーだった サッカーししてましたそれで何やったっけなえー、思い出せんサッカーしとって何かあったっちゃけど忘れたうーんじゃちゃんと寝れてないとかもしれんねぐっすり寝れてないとかな眠りやすいでもなんかすごい夢見やすいんですよね疲れてる時ああそうなのかな多分私普通の人より寝てる時間が長いんですよ だけ見る期間もも長いとかもしれんあ、見る機会も多いとかもしれんみんながさ6時間とか7時間とか、ね、寝るとして私10時間寝るけんさ倍率上がるよね多分 <laughs> 夢見る <laughs> 夢見る確率は倍率上がるうまく走れたうん微妙えな何これなんか微妙やったね え夢日記書くと死ぬほど夢見るぞあわ分かった夢日記は書かんけど私夢見た夢を結構思い出してるんですよま毎日思い出してるんですだけんかあんまり思い出しちゃいけんってことかうん昼寝15分した方がいいやっぱそうねなんかさ壊れた なんかエアコン壊れたっちゃないないんか防音なんだけどあ爆音なんだけど爆音っていいますかなんかザザイ夜なんだこれもういっかあそうだ多分思い出す癖つけるとよく見るようになるこれそれですね絶対私めっちゃ思い出してしまうもん夢をそう なんかいいよりよねなんやろこれあ分かったもう切れってことだ最近ねエアコンつけてたらさもう喉がか起きた時にかさかさかさもうガサガサしててそうめっちゃ嫌だ喉痛いしだっけもう切るあ優しいかっちゃん優しい煮干し煮干しじゃないこれ干し物 顔加湿器の顔も買,おう買わんといけんな加湿器いいですねうんすぐ切れるやんえ切れる何の話やったっけ何の話やったっけ切れたっけ私そうよ干物か干物かえそれ干物って読むんですか干物か そう言われるとそうかもしれんうんあそうまた夢見たいななんか楽しい夢見たい怖い夢はいいけんなんかさなんかさコロナさ落ち着いたと思ったらまたなんかなんかまたさなんかまた新種の どうのこうのって言ってからさ大変大変になりそうせっかく終わるのかと思ってたのに私私そうぜオミクロンやめてよ、うん、オミクロンやめてください私なんでオミクロンにしたんだろう誰がオミクロンにしたんですかね名前つける人あ名前つける誰が名前つけたんですかオミクロン <laughs> オ <laughs> ミクロン見えちゃう思い出すなんかやだな <laughs> やだやだよ風,よ風評被害ほんとよ風評被害受けてて草ですほんとにギリシャ語でどんなやつどういう意味ギリシャ語で順番あるんよ順番え順番ですか アルファベータガンマオミクロンなんだそうなんですね ABCDEFG みたいなそういうことですよねアルファベータオミクロンいいんかそれ初めて知った本当よ私も自分えって思ったもんオミクロンって WHOWHO WHO なんでオミクロンにしたんだ すごうブリントさん <laughs> アルファってそんなん読むのベータやろそれへえギリシャなんだ飛んでオミクロンやろえそうなんですねえなんかさ壁なんか昨日ニュース昨日見たニュースではなん壁壁じゃない隣の部屋でも感染するみたいなの書いてなんか言ってたんですよねほんとかな オミ会,会, <laughs> 会長じゃん,んあそういうことだけん K がコロナなの ?O がオミクロン K がコロナってこと <laughs> そういうことかうん <laughs> やめてよお水木関係ないのにえギリシャそれ 星の名前わからんわ。いや隣の部屋でも影響を受けるってちょっとさすがにやばいですよ。そんなのちょっともう避けるに避けれないじゃないですか。ねだけやめてほしいよ。やめてほしい。全然ニュースオミクロンのニュース全然見てないからちょっと調べようと。 どんなな感じなのかコロナと一緒なのかななコロナと一緒なのえそうなのもう変異種13種類ぐらいあるもうやばい全然ベッドの上じゃないです私さっきまだまだまだ部屋あの外着着てるそう。 のの隣の辺で <laughs> ないですよ私そんな静かに来てますからえパイだって新しい株来たえそうなんですかオミクロンの次はパイなのえなん,かなんか次来てほしい来てほしいオミクロンはいややけどパイになってほしくもないなパイが来てほしくもない <laughs> すごい複雑だ。 ねえワクチン打たないといけないコロナの種類なんだご飯作りに来てくれるの感染するよかっちゃんもそしたら本当よジラピキでゴロゴロしたいゴロゴロしたいそうだよ前ばしゃべる隣人だよ着替えちょらん着替えちょらん着替えちょらんやばい着替えたい 早くお風呂入って着替えたいけどやらないといけないことがあるから着替えられない着替えれないやばいもうもう終了配信配信終了ドアの前にポカリ置いとくわ <laughs> 優しい優しいなそういえばなんか高校の時に私がベトナムであの 熱を出した時に、クラスメイトみんなが。みんなっていうわけ、全員じゃないけど。仲いい子たちが。ぽっかりットをくれましたね、たくさん。懐かしいな。頑張れ、俺は寝るぞ。寝るんか。私も寝る、早く。制服はえ、そう、さあ。最近は思ったさ。 制服でさリフティングして TikTok 載せたらバズるんじゃないかなと思ってバズりそうじゃない制服でさなんか TikTok とかリフティングしながら載せたらありいけそうな気するクラスメート優しかったですねなんかしかもなんか日本日本はさ、まあ、結構水道水とか乗れるやんかもう飲めるやん けどなんかベトナムはね飲まん飲んじゃダメなわけじゃないっちゃろうけど飲まん飲んじゃダメなのかな分からんけど知能の,のバズる本当に本当かいでも私ローファー持ってないしなそうねコスプレですよ そうお腹壊すのかなだめやったか一応やめとこうやったか分からんけどみんなね水を支給されたけん1人お水が2本と悪意じゃポカリ1本やったけんかあの制限がかかってたんですお水にも。それなのにみんなが私にポカリをくれて熱出しちゃったから本当にありがたかったよね。 えっとかなお腹鳴ってない <laughs> そうそうですね制服でやってみたいですねそう少ないかなでもみんながくれたけんさんしかったみんな大事なお水大事な水分なのに。 いいやいや人気者じゃないよ人気者じゃなくてみんなが優しすぎるんですよみんなが優しくん見てクラスメート私ねクラスメートになったらめっちゃ喋りかけますよ <laughs> クラスメートで全員にめっちゃ喋りかけてしまうだけうざいって思われそうだってさなんかさ隣の席になったらさなんか 誰であろうとさなんですよだから結局みんなと仲良くなれるえ全然最近こうないんで来てないすごいやっぱビタミンとってるからやろうな,ろうな最近のってないですねうれしいうれしいえ私ねめっちゃみんな みんなに喋りかけなんか隣の席になったらさなんかさ数学とかさ数学か数学数学とか分からんくなるけんさ絶対仲良くなれるんですよ隣のにな席になったらそう私男の子も男の子でもガンガン喋りかけちゃう <laughs> 分からんけん数学が、ね、これってなんでこうなるとなんでこうなるとって全然知らん子にめっちゃ喋りかけてましたね <laughs> <laughs> でもみんな優しかったけんしゃべめっちゃ教えてくれよったそう私話しかけないオーラ出しとるしゃべりかけちゃう <laughs> そうだってささすがに虫はせんやろそうそうよめっちゃしゃべりかけちゃう数学わからんめっちゃ私数学がわからんくて高校の時 めっちゃ数学聞いてましたね近くのお友達にそうでも自分でね考えてもねちんポんかんポんやったってよその時は本当に聞いてもわからんぐらいやったもんで先生に聞いてもわからんやったそう結果アホやった私そうビリかけてましたね 確かに私の隣のとたかもしれん <laughs> やけど上がるかもよ人に教えればなんか脳みそ入るとか言ったも誰かがええどういうことどういうこと <laughs> え書いて返してた採点えなんそれ青春じゃない青春やん えいいな学年トップだって高校の数学数学ってむずいよね何段でむずいとかな私数学暗算得意だから水木って数学得意やろって言われるっちゃうけど全然だよ全然得意じゃない計算ができるだけみんなよりあのー、計算は早いけどそうなんかさ なんていうあのー、な,なんが嫌やったかななんかあなんか難しいのは無理数三とか数三とかもう一丁意味わからんかった <laughs> そういい四点取れるんだで、ね、ここもう私は無理やったそううわそれなんかそれなんて読むんですか全全化式 そう、あ、なんか微分積分。微分積分って何。むず、あれむずかった。あれむずかった。全然分からなかった。そう、え、でもね、私ね、これ私ね。あ、やば話長くなっちゃう。なんかね。全化式。なんかさ。あのさ、私ね、高校生の時に。 数学一年生の時まで成績良かったんですよ。ね、そう、なんか数学できない割できないクラスがなんか一年生の時のクラスが結構みんなが出来が良くて数学がで学年でクラス順位が出るんですよ。順位が出るなんかシステムだったんですね高校の時に。そうあの。 それで、なんか先生によって、まあ、なんか1組3組5組がまるまる先生で、まあ、A 先生で2組3組4組7組6組かなが、まあ、B 先生やったとよ。そしたらねなんかもう明らか,明らかにっていうかあからさまに A 先生が教えとるクラスが上位二位3位やったさ。 そうそうそうなんか数学の先生が2人おって3人おったとかなまあ、まあ、23人おってもう,もうねあからさまに出るんですね先生が先生が教えその A 先生が教えたクラスがトップクラスの絶対にこれは。っていうのがもう,もう,もう見る見てすぐ分かるんですよねだからその先生は。 な,なんかちょっとでもよそ見したら「え今よそ見した?」みたいな <laughs> めっちゃキレるんですよ。なんか椅子とか投げちゃう先生でもう椅子とかね「もうろ過出ろ」って言ってから椅子をねバーンってね投げられよっととそう,う私はされたことないんだけどもうめっちゃ怖くてその数学の先生が。そうでめっちゃ怖かったっちけどもう超スパルタなんです。もう超スパルタ 椅子投げてたんですよ <laughs> けどねその先生ってめっちゃ怖いけどもうめっちゃねやっぱね怖いめっちゃ集中すするんですよやっぱ授業にそううまい教えるのうまいじゃなくて厳しいのかもしれんけど結果それがなんかこうけ結果が出てる出てたんですよねその先生の授業が。 そうトップ3だったのいつもでなんか絶対その先生が教えるとクラストップになれあのクラス学年でトップに入れるんですよそうそう。だけんか2年生に上がるときにその先生になるかならないかでその先生になるかならないかでもめっちゃなんかもうドキドキしててえー、な,な,な成績落ちたくないけんその先生であってほしいっていう反面 やもうもう授業中一瞬も目離せんとかこうか緊張感が半端なくてそうえー、なんか嫌だなーってその人普通に怖かったんですよめちゃめちゃ。うわ怖いの嫌だなーっでも成績落ちたくないなーっていうめっちゃ気持ちだったんですね。でその結果あのまあそんな私の気持ちはどうでもよくてたまたま次の年であの B 先生に当たったんですよ。<laughs> あの そうでまあびっくりするほど成績下がりました <laughs> 本当なんか一気に下がっちゃって私ああすご何かんか,なんか気,気が緩んだらこんなに成績下がるんだと思ってなんかすごくそんな分かりやすく落ちるんだなって思いましたね成績がね30点,あ30点点数下がりました。 そうでもみんなねこれねすごいのがねみんな先生のせいにするんですよ <laughs>。周りのお友達さみんなさ「もうあの先生あの先生になったけんだ」みたいなの言っちゃうけど聞いとけば聞いとけば成績は下がらんすね。そう B 先生が悪いわけじゃないんじゃないかなと思っちゃうけどそうかわいそうなんですよなんか。 <laughs> いつもなんか「あの先生やだ」みたいなみんなから言われてて <laughs> そう B 先生でなんか B 先生なんかあれだったんですよなんか主任みたいなでなんか学校のなんか職員みたいななん,かなんて言いますかクラスあっクラスない職種職種何て言いますかねなんかその主任とかやったけんか立場的には B 先生の方が上なのに A う A 先生が。 めっちゃう教えるのうますぎて大変大変ですよねなんか仲悪そうとか思ってた勝手に <laughs> そうえ学年主任かわからんなんかわからんあん人もちょっと <laughs> 忘れたけどそう役みたいなそうだよそう数学はそういう思い出がありますね頑張れ5分もう切りますもう終わらないとそう年功序列 そうなんウフフ私あんまりね仲良くなかったその先生とでも1年生の時のその A 先生は「まあいつでも分からんかったら聞きに来いよ尾上」って言われてたのに怖すぎて一回も聞きに行けんかったね私はまあ1回行ったかもしれんけど1回ぐらいは「いや行ってないかもな怖すぎて」 お成績どうや?」って言われて「<laughs> この上成績はどうか?」って言われてあ「あパチ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 です」って言ってた <laughs>「パチパチです」って言ってましたね怖い怖いと思ってもう通りたく通りたくないじゃないすれ違いたくないって思いながら「やばいすれ違うわどうしよう声かけられたらどうしよう」って思いながらす <laughs> れ違ってた <laughs> 怖いじゃんだって何もしてないって分かっとるけどさ でも褒めてもくれよったなんかすいすいってたまーにうーんそうよ優しかったけどまあ私には優しかった私でていうか女の子には優しかったかなまだ男の子には厳しかったねすごく関係ないのかなまあ男の子ってなんか結構やんちゃだもんね <laughs> そう,そうねでも優しかったかもしれんなんかねでもなんか確かになんか男の子の方がよく怒られてたひいきかひいきひいきひいきしてんのかな女の子のこと私もだよ私は真面目じゃない意見ばっかやったんそんなことじゃ褒められんとって なんかさ、その先生突然当ててくるけん嫌なんだよね。この。ここの、ここの、ここだって。はいお、尾上とか言われて、ああ、ああ、無理。と思って、隣の人に S. O. S. を出す。っすボケとして。 支度し,してたかった私だってけど1年生の時の数学はもうボケとなんてできんかったもう本当に本当に怖かったよ毎日たくさん宿題が出てて宿題課題か課題がもうたくさん出ててもうみんなこれで部活もやってるなんてすごいなーと思ってましたね私は本当幽霊部員だったから そうだよ私多分集中してないように見られたとかもしれんな集中してもわからんとにひいき読めましたよ読めたやトランプやってたのトランプとかやったことないわ高校で持っていけばよかっためっちゃ楽しそうやんでもお菓子食べてましたよバレないように <laughs> バレないようにお菓子食べてました なんでさお弁,当お弁当の時でもお菓子食べちゃダメなんだろうね。ねなんか授業中は食べちゃダメってのは分かるけどさお弁当の時もお菓子ダメなんだ。なんでやろうねけど学校帰りは食べていいやろんなんだろうお菓子はダメならしか。まあいいみんな食べてたけどね。いいいいいい分経過しましまたややややばばばば あ飴めっちゃ食べてましたねなんかもう食べんくなった高校卒業して買い食いあ買い食いはね全然なんか、まあ、まあ大丈夫でしたねダメとか言われんかった確かに高校は適当ですね結構1時間しないもう起きるバイバイみんな兄ちゃん不良じゃないですけど放課後はまあ写真部のみんなと遊んでましたね カラオケによく行ってただから高校生の時は歌上手に歌えてたんですそう高校生の時はね毎日,毎日のように行ってた時期があったんですよ角屋に行ってカラオケに行くとか門屋に行った後にみんなでアイス食べに行くとかしてましたね夢サイトとかココウォークとかアミプラザアメプラザ アーミュープラザとか行ってましたねそう青春してたなでその後塾に行ってたでお母さんに怒られてた「勉強しなさい」ってやばいやることがたくさんあるんだったやばい忘れてたバイバイおやすみみんなじゃあ第1位かっちゃん干物,物やった結構。これ ありがとうございます。第二位じゃコミントさんありがとうございます。第三位さっちゅさんありがとうございます。第四位久保くぼくありがとうございます。冬眠したと。ありがとうございます。第五位ブリントさん。え、なんて書いてるのかね。やばい、ツンツンできんけん見える <laughs>。ありがとうございます。ブリントさん第六位。ショートさん、ありがとうございます。第七位よしのさん、ありがとうございます。 第八位ポップさん、ありがとうございます。第九位、世界一可愛い、知らんけど、ゆかり。<laughs> ありがとうございます。第十位、ポミさん、台湾のポミさん、ありがとうございます。第十一位、きランチャさん、ありがとうございます。第十一位、もっくん、ありがとうございます。第十位、大輔さん。ありがとうございます。 嬉しいお知らせを報告したよって見ました。見ました。見ました。本当にすごかった。びっくりした。びっくりしました。本当。<laughs> びっくりたまげて、たまげ、たまげました。本当に。本当すごい。びっくりしましたよ。気になるよね。聞いてみて。プリントさん、すごいから。じゃあ、皆さん、私はお忙しいんだった。バイバーイ。忙しいとか言ってしまう。 今日いい匂いするなんか、神から。はあ、いい匂いする。<laughs> じゃあ、バイバイ。いつもありがとう。こちらこそ。じゃあ、み皆。ああ、バイバイ。おやすみ。ああ、バイバイ。ああ、バイバイ。<laughs>